先頭が4人に絞られた後半、それまで影を潜めていた和田選手が30キロ付近で仕掛け独走。愛媛初制覇です。見事な初優勝でした。まあ、自分の体力がどれだけ最後まで持つかなっていう、まあ、ちょっと不安な部分もありました。まあ、やっぱり一番でゴールしたのは嬉しいですね。徳島出身の和田選手、高校時代までは全国大会と無縁でしたが、ハイレベルな走りを目指して自ら実業団の門を叩きました。しかしこれからという2013年、所属していた四国電力陸上部の廃部が決定。今は地元に帰り、個人で練習をしながら精力的にレースをこなしています。まあ、練習量が減ってるんで、まあ、その中でまあ何とかこう工夫しながら効率のいい練習を考えて今トレーニングしてます。実業団時代は自らを追い込みすぎて怪我をしてしまっていた和田選手ですが、市民ランナーになった今はほとんど怪我もなく、最高のコンディションでレースに臨めています。その大きな要因が奥様のかなさん。ちょっと硬いところとかがあれば、故障する前にちょっとしっかりめにストレッチをして故障を防いだりとか、痛みが出てたところはストレッチして、でひどくならないようにしたりとか。実は奥様のかなさんは健康運動指導士の資格を持っているプロのトレーナーなんです。一番体がいい状態で使えるように選手を仕上げていくっていうのがトレーナーの役割なので、はい、夫というよりは目線はその時は選手ですね。選手扱いされてる感じですか。はい、トレーナーなんで。昨年完璧なコンディションを作り上げてくれた最強のトレーナーに対し、夫は最高の結果で応えました。今年ももちろん愛媛マラソンについていきますが、今ちょっと妊娠しておりまして、はい、今7ヶ月です。あまり興奮しないように応援したいと思います。昨年は奥様一人に届けた優勝報告を、今年は未来の家族にも伝えたい。新しいことが始まるんで、まあ、愛媛マラソンも優勝できたら、まあ、いい報告になるかなと思うんで、優勝します。頑張ってください。